固定第7レーススタートしていきました。5号艇の藤崎が好スタート、すでに他より一定し前にいて1周目第1ターンマークまくっていきました。3号艇大きく煽られて流れてしまって、先頭は5号艇の藤崎、追走する2着争いはそれからすでに藤崎からは6艇し7艇しが空いていますが、4番1番2番と接戦。インコース4号艇高倉、真ん中通って1号艇の中島、外は2号艇の川添になりました。スタートは前提正常です。5号艇の藤崎がトップで2マークを返した後、2番手争いですが2艇並走。インコースが1号艇中島、外は4号艇高倉のマッチレースになっています。2番の川添少し遅れを取りましたが、インガーリに持っていきながら2周目第1ターンマーク。もう一度2番は開いていきました。2番手争い、先に運んだのは4号艇高倉、インコースくるっと1号艇中島、その後2番と向こう正面抜けましたが、まだ1号艇4号艇2艇の2番手争い続いています。独走態勢、5号艇の藤崎2マークを返します。注目2番手4号艇高倉先行、1番の中島少し引いた格好は遅れた感じ、2号艇の川添がそれに迫っていきましたが、現在上位体系5番4番1番の順、独走態勢5号艇の藤崎、これから最終第1ターンマークです。5コーストップスタート一気の攻め切りでした。これで今シリーズの3勝目を挙げます5号艇の藤崎です。4号艇の高倉浩太、2番手ガチッと守る体勢、3番手は1号艇中島に2艇審査、後ろ2号艇の川添が迫り最終ターンマークを迎えていきます。ラストコーナー、いち早く5号艇の藤崎運んでホーム直線構成、そして4号艇高倉が返す。1番と2番の接近戦は1号艇中島先行でゴールへ向かっています。先頭5番藤崎ゴールイン、2着は4番高倉、3着1番中島、そして2番川添ゴールイン、6番町田ゴールイン、3番松尾がゴールインです。